皆さん、こんにちは。えー、今回、こちらの動画ではですね、えー、宅検士受験経験者向け、行政書士試験合格戦略会議、パート2といたしまして、 パート1の方では試験の概要を中心にお話しさせていただきました。ネクストライセンスを考えると、タッケシ受験生の皆さんに対して行政書試験をお勧めしますということで、試験概要と皆さんが優位な点、その点についてお話しさせていただきました。まだご覧になってない方はリンク先の方からご覧になってください。今回こちらの動画ではですね、タッケシ試験との違い、 そして、宅検診受験経験者の合格戦略といたしまして、パート1よりももうちょっと具体的に皆さんに行政書試験のですね、概要についてお話ししていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 えー、さてですね、えー、まずは最初に、宅研試験との違いということでありますけども、こちらですね、えー、宅研試験との違いを見る前に、まずは皆さんですね、えー、自己分析をしてください。試験に受かる前にですね、やっぱり作戦を立てること、戦略を練ることが非常に重要ですが、えー、皆さんですね、やはり中心となる方は時間のない社会人。 の方で、皆さんは宅球試験を受けていますので、こちらの方ですね、えー、箇所分子間はどうしても少ないのであります、えー。そこでですね、やっぱりしっかりとした戦略を練っていくというとともに、皆さんの強みっていうのを活かしていきましょう。それがこの後半部分の合格戦略につながっていきます、えー。まずですね、大きな違い。やはり科目も違うということ、前回お話もしましたけども、そういった細々とした部分よりも、 大きな違いとしてはもうこれが言いたいです。え、達見試験よりも到底も捨て物が多いということであります。え、近年の宅見試験ですね、え、令和2年の前半の試験では合格点38点と、え、7割以上と、近年の試験やはり合格点非常に高いです。 えーね、当然ですけども20万人以上の方が受けている試験ですので試験のレベルも年々年々上がっていく、まあ、これは事実であるんですが特徴としてはやはりミスが許されないという試験なんですえ対して行政士試験、えー、パート1のとこでお話ししましたけども6割、まあ、300点中180点取れば合格だということであります これすごい低いんですよね。え、資格試験の中でも非常に低い方だと思います。え、法書士試験の場合は、え、年度によっては8割以上をね、取って初めて基準点を満たす。まあ、そういったような年度もあるぐらいであります。そこでやっぱり理解しておかないといけないのが、この捨てンが多いと。捨てンっていうのは何かと申し上げると、これは、ま、知識じゃ解けないと。 まあ、あのいくら勉強している方我々であっても満点を取るっていうのはまず無理です正直申し上げるとどのような方でも、まあ、司法試験を受かっているという方であってもこれ満点を取るっていうのはまず難しいということです理解しておいてほしいのはこの捨てもんが多いっていうことは取れない問題が多いんだということでありますしたがって重要になってくるのはこの捨てもんを判断できること、まあ、事務処理能力って言ったら簡単に聞こえてしまいますけど も捨てもんなのか取らないといけない問題なのかこの判断が合格する上で非常に重要になってきますしえ行政書試験と宅地建物取引試験ですね、えー、たまあ宅建士ですね宅地建物取引士の試験との違い大きな違いだと思ってくださいえそこでやっぱりですね考えないといけないのが合格戦略ということとともに普段の学習 どのように進めていくのか。これについて考えていきたいと思います。こちらをご覧になってください。え、宅検師、受験経験者の合格戦略ということでありますが、まずは、取材傾向には最適な学習をすること。え、当然でありますけども、やはりですね、経験則がぎゃ邪魔してしまうと。宅検師では、ね、宅地建物取引師では、この勉強の仕方で受かったという経験、確かに成功経験はいいんですけども、 同じ民法、例えば皆さん学習した権利関係であっても、出題傾向であったり、出され方、問われ方、微妙に違います。当然ですね、全く生きないってことではありません。土台にはなるんですけども、行政書士試験の出題傾向に合わせて、民法であったり、 他の法律ですとか、他の科目も勉強していかないといけません。えですので、活かしつつ、皆さんの今までの経験を活かしつつも、行政士試験に合わせて勉強していくことが合格するため、短期合格をさるために非常に重要になっていきます。そして2点目です。はい。わからないことがあっても立ち止まらないということであります。 宅研試験の場合は、一つ一つの出題科目っていうのがある程度決まってます。宅研業法であったり、法令上の制限権利関係、それぞれ聞かれるテーマっていうのはある程度限られてきます。それを一つ一つ潰していくということなんですけども、行政書試験の場合は結構横断的に聞いていくことであったり、法律の学習ですから、一つ一つつながりがあります。 つまり何かっていうと最初学習しても分からないことがいっぱい出てきます皆さんは今まで学習して民法を学習したよって言ってとしてもやはりですね出題科目だったり問われ方も違いますですのでここはですねあの分からないことがあっても立ち止まらない一個一個潰していくっていうよりも横断的に徐々に徐々に法律の知識っていうのは深めていくもんだなっていうことはここは理解しといてくださいそして理想的な学習法 あの、ここの中では具体的なお話っていうよりも学習の仕方についてちょっとお話ししていきたいと思います。これは全ての方にね、当てはまるんですけども、通常は試験が終わってね、えこの後のネクストライセンスを勉強しようという方ですね、モチベーション最初高いんです。最初高いんですけども、やっぱりですね、上がったり下がったり、まあ、最終的に上がればいいんですけども、このモチベーションが下がったまま進んでいっちゃうという方も少なくありません。 で、私が提案したいのは、学習の方、もちろんですね、理想的な学習としましては、徐々に徐々にですね、モチベーションかける時間、徐々に徐々に上げていってほしいんです。えー、まあ、スポーツに例えると、短距離走ではなくて、マラソンです。長距離のマラソンだと思ってください。徐々に徐々にペースを作っていって、学習ですね、自分自身の学習のモチベーションを徐々に上げていく。このような形が、すべての方に当てはまると思います。そしてですね、 え、卓研試験の場合ですと、結構やっぱり問題演習。もちろんですね、昔のように過去問を潰していけば受かるっていう試験ではもうなくなっていますけども、学習の仕方もやはりですね、インプットとアウトプット結構分けてる方多いかと思います。演習が中心になってしまいがちなんですが、え、<laughs> 行政士試験の場合はですね、やはりこの3ステップ。ね、まずは教材で基本的な知識を入れる。 ま、知識がなければやはり合格はできません。当然。えーき、ね、その記憶をね、するためにも、ね、読み込み、記憶。そして、問題演習。ね、実を言うと、まあ、こういう学習をされている方、ね、いらっしゃると思うんですけども、理想的な学習の仕方としてはこちらですね。まず、教材で確認。そして、問題演習。ね、すぐに問題演習をしてください。 で、問われる箇所を確認して、教材と問題のリンク。そして、絞り込んだ場所を記憶する。 どうしても、インプットとアウトプット、インプットが全部終わって、問題演習に移るって方少なくないと思うんですけども、私はですね、学習をして、まあ、わからなくてもいいから、まず問題を見てくださいって言うんです。解けなくていいんです。解けなくていいんで、問題っていうのは、やはりですね、どのように問われるか、どのような箇所がどのように問われるかっていうのをつかむために、早いうちに問題演習をしてほしいんです。 ですから、まず知識を得たらすぐにその該当箇所の問題を演習してもらう。そして、その箇所がテキストでどこにあんのか。それをリンクさせていくと、どこを覚えればいいのか。これが記憶することができます。 テキスト、六法などはあくまで抽象的に書かれている知識です。それが具体的にどのように問われるのか、これをつかむっていうのが合格するために非常に重要です。したがって、過去問など問題演習をするっていうのは早い段階でやった方がいいんです。できれば、その講義受けた後に、まあ、学んだ後にすぐその問題の該当箇所の過去問を見る。ね、解けなくていいんです。見ていくっていうことをすると、その平面の知識が立体的に見えていきます。 え、従いまして、やっぱり問題演習っていうのをすぐにやっていく。これが非常に鍵になってくるんだということを分かってください。またですね、時間のない社会人受験生の方は特に意識してほしいこと。え、テキストで見て去もお得く。そして、どのようにどこがどのくらい出題されるのか。やはりですね、あの、品質箇所。 ね、あまり問われないとか、問われたことない場所よりも、行政書試験の場合は、皆さんが取れるとこ、みんなが取れるとこ、まあ、もうちょっと言うと具体的に言うと、正答率50%以上の問題をいかに落とさないのかっていうところになってます。じゃあ、正答率50%以上の問題って何かっていうと、これ過去問の知識なんです。えー、がって、過去問の中でもう品質箇所っていうのが出てきます。えー、ただ単に問題を解くんではなくて、どの場所がどのくらいの頻度で、 え、ね、問われるのか、どのように問われるのか、これをしっかりつかむようにしていってください。で、当然、独学で学習するっていう方もいらっしゃるかもしれませんけども、ぜひやはりですね、えー、学習の仕方、悩むっていう時間は非常にね、大変だと思います。えー、そこでですね、伊藤塾の方ではですね、行政書士、合格講座と本科生というものがございます。 まず、ステップ1としてました基礎力としまして、インプットですね、中心にやっていきますという学習になってきます。はい。ステップ2としまして、その基礎を気,気づいた上で、応用力、回答力っていうのをね、気づいた上で、最後、実践力、本試験に向けた取り組みっていうのをしていきます。そういったことがですね、こちら。 行政書士合格講性ではですね、基礎力完成マスターをはじめとした基礎等連実力診断テストというもので、このファーストステップの基礎力っていうものを築くことができます。そしてステップ2では実力完成マスター、記述式解放マスターとしまして、えー、卓だけではなく記述式、また実践力を鍛えるための実践遂、え問題演習、等連というものもご用意しております。 そして最後に実践力を鍛えるための本試験形式、えーね、3時間でやっていく公開模試というものをですね、2回用意しております。えー、ただ単に我々の方では、この時代、講義を提供するっていうだけでは伊藤塾ございません。伊藤塾の方ではですね、このパーソナルトレーナー制度としまして、 まあ、この、コロナ禍の中、インターネットを中心に学習していくという方が多くなってきております。そこで重要になってくるのがフォロー制度。 ということになっていきますえ。具体的にはですね、パンフレットなど、伊藤塾のホームページの方でご覧になっていただきたいんですけども、我々ですね、パーソナルトレーナー講師が皆さんにですね、学習の進捗状況や学習上の悩み、またカウンセリング制度などもご用意しておりますので、常日頃、え合格までしっかりと本試験までですね、寄り添っていくというですね、フォロー制度が充実しております。えまたですね、私が担当しております、こちら。 えー、合格ナビプラスとしまして、さらにコアなです。一人一人ですね。えー、お一人一人、えー、講義だけではなくて、ゼミ形式の方で、ズームなども使用しながら、えー、皆さんのフォロー制度だけではなくて、 オンライン質問会や学習スケジュールシートとしまして、皆さんの学習進捗状況をもっと具体的にフォローしていきながら、一人一人の皆さんを本試験まで寄り添ってサポートしていく制度もしっかり充実しております。気になる方はですね、伊藤塾本、行政書試験課のホームページから資料請求などができますので、ご覧になっていただければと思います。 はい、えー。ということで、今回こちらの動画ではですね、タッケシ受験、経験者向け行政書試験合格戦略会議パート2としまして、えー、こちらの動画を収録させていただきました。ご視聴ありがとうございました。